はい、それでは10の8の練習の1回目を取っていきたいと思います。ちゃんと音が移動するというのは結構大事なポイントになってくると思うんですけれども、最初はこれは1と5で作ることができますね。親指は前に、小指は少し手前に来る。1と5の場合よりも5と2の方が立体的な5度を作るのは難しいので、よく聞いて、この時の親指とこの時の親指は体の重心が少し移動します。と少し似ていますね。中でハーモニーが変わって、このドッペルドミナント、これはこの3度順次進行で降りてくるのと、それに対する3度の上行という、まあ、ちょっとした、関係があるのではないかなと感じますね。そして、右手の方はこのトリルの時に、まず全体が楽につながっていること、それから押さえ込まないで弾けるようにするバランスを取るというのは結構必要ですね。で、白鍵同士のトリルの場合で、特にここは多分1、3とかで弾く方が多いと思うんですけれども、長い指と短い指のトリル結構気をつけてポジションを取らないと弾きにくかったりしますね。そして、胸のあたりから、ガバッとこう腕で取っていくんですけれども、その中でもこの小さい四分音符ごとの波、それからその中で、指が必ず手前の方に、来るような動きをした方がいいと思います。このように奥に使うこともできるんですけど、そのタッチの場合にはですね、細かい音色のニュアンスを出すときに腕の重さの変化以外になかなか違う要素を混ぜにくいのではないかなと思います。音色によってもちろん刺すようにパッパッパッといくタッチを混ぜたり、それは全然ありですね。ただ、基本的には、手前に来る動きを基準にしておいた方がいろいろなバリエーションはつけられるのではないかなというのが、現時点での個人的な、印象ですね。そう、この時に意識している場所は、手のひらの中とあと上腕の裏あたり、肘のあたりとかは何もしていない感覚になっています。例えば腕が肩からとか、そういう限定的な範囲ではなくて、もっと胴体の中心から
きを作って、でそれをセンサーとして働いている、柔軟で空っぽな指が鍵盤の感触を感じながら調整していく感じ。この時の3の指の位置とか、4が意外と高い位置に来るので、手の位置も少し高めに持っていった方が指が、不必要に緊張しなくて済むのではないかと思います。肘の向きも一定ではないですね。微妙にこう左右上下揺れながら、この動きが若干ここで入りますね。この時にはこのねじれを戻すような感じで、これもそうです、同じことですね。親指のくぐりまたぎに関してはそして、手首が低すぎると、指が暴れる場合が多いと思うので、ちょっとここはつまむような、感じの方が弾きやすいかなと思いますが、手首を下げた場合でも必ずこの前腕の下で支え、4小節ずつのフレーズで曲ができてるんですけど、そのうちのスラーが弱拍から来るような感じでついていたりとか、1小節は半分に分けていたりとか、いろいろあるので、それはよく意識をしましょう。ここは、半小節ずつのところですね。大きい4小節フレーズのうちの2小節目3小節目なので、ちょっとシンコペーション気味の弱拍からのフレーズで、それは左手のリズムとも少し、関係がありますね。
セの中には響きを持っているように、まっすぐにしてしまうと4と5、かなりたくさん使ってしまうことが多いと思うので、少し斜めで鍵盤が上がってくるのを邪魔しないようにした方が、動きはちょっと節約できるかもしれませんね。Thank you.
10-1 の時もそうだったんですけれども、広い幅のアルペジオなり順次進行なり、まあ、そういうソークパッセージの場合には、上の方と下の方で、音色のグラデーションが必要んですね。上の方は、よく集めて軽い細いところで、それが少し柔らかくなって下りだけ弾いてみるとか、反対に上りだけ弾いてみるとか、ありえるでしょうね。その間を要するに脳内で想像してというのは、メカニックな練習にまあちょっと近いかもしれませんが、バリエーションとしてはありえると思います。もちろんその間をよく想像するので音楽的にも意味はあると思うんですけどね。で、そこを聞くという意味でさっきの練習はちょっと役に立つそうな感じのものではあります。Thank you.
体まあ中心かそれよりも少し下あたりから、下に向かって指をよく使います。力の抜けた指をよく使う。鍵盤から上げるとは限らないですね、指。触ったままで、そういうこともできるし、場所によってはもちろん上げてもいいと思いますが、基本的には指をよく使って、うまくよく使って、になるかなと思いますね。で、指が硬くなったりとか、硬くなったり、あとは腕が硬くなったり、そういう感じで、指をたくさん使ってしまうと、もうバリバリっと、いかにもエチュードっていう感じで汚くなってしまうので、そうではなくて、美しいエチュードになるように、力を抜いた柔軟な指、それから、連携の取れた体、それで指をそのように使っていくことによって、こうではなく、重心が変わっても、指をそのように使うという基本は変わらないですね。で、腕の動きだけに任せて、指を本当に動作としても受け身にしてしまうと、これはちょっと手の甲が詰まってきたりとか、そういう危険性のある曲だと思うので、手の甲とか前腕の上側とか、肩の硬直とかになってこないように、手のひらの方に向かって指を、ある程度、アクティブに使っているようなイメージを持つのはすごく大事かなと思います。指はそのように使いますね。で、その時っていうのは、場所はこの辺なんですけど、意識としてはより深いところですね。表面の方を固めるのではなくて、もうほとんど骨の近くのような感じの意識ではあります。
ネルギーがないとちょっと小指にリスクがあるんじゃないかなと思います。練習はここで切っていきます。次は別のアングルから、今の中間部のあたりから最後までを練習していきたいと思います。